ずっとずっと楽しみにしていた宇良との初めての対戦、ワクワクして見ていますというお便りをいただきました。さあ、宇良であることを意識しすぎる相手がそうではないかという話を映像放送の時間帯に田坂さんされました、はい、石浦も同じ話をしていて、あまり意識しないようにしたいというリポートありましたよね。まあそうですね、誰があってもやっぱり自分の相撲っていうものを取り切るっていう、そういう2人は気持ちなんでしょうけどね、まあやっぱりお互いでも、まあみんなからはそういうくせ者として見られる両者の対戦ですからね、はい、まあ、これはもう、まあ、取り組みを、まあ、早く見てみたいですねそうですね、はい、制限時間いっぱいです。館内の空気がもう全く変わりました。この熱気はまさにこう幕の内の後半の好取組のような、それぐらいのこの館内の空気に変わっています。木村洋之助が合わせます。石浦対宇良、石浦が左手を離しました。裏が出る、押し出し、裏の勝ちです。44秒の攻防。裏は少し左足を足をかばいながら戻ったようにも見えましたが、裏の勝ちです。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して裏の勝ち。かにも残念そうに引き上げますが、裏少し足を気にしています。首をかしげています。まあ、痛めたような感じには見えなかったんですけれども、土俵下に落ちた時でしょうかね。押し出して裏、いやお互いにやはり低く低く、そうですね、この頭の付け合いですね、はい、もう低いですよね。でもお互いやっぱり低さには自信があると思うんですよね。あ、はい、まあ、自分も現役時代こういう体勢によくなってたんですけども、まあ、ここから我慢ですね、我慢勝負、はい、まあ、でも先手をどうしてもお互い取りたいと思うんですよ、はい、やっぱり、まあ、引いたりこの 手の取り方ですね、はい、肩に手をやったりこの手首を掴んだりっていうんですね。ここで裏が出ました、はい、ここで叩いたんですが落ちませんでした。裏、そうですね、そしてこの後この落ちた後にどこか打ったかどうか、ここで頭から落ちていって、あ、土俵のヘリに右足、右足ですね、これかばってるのが、土俵のあそこで打ちましたね、はい、右の膝の上あたりをヘリで少し打ってますので、はい、あるいはそのあたりかどうか、右足を少し引きずるようにかばるようにして裏が下がっていきましたが、いやー、でもこの44秒の攻防は、そうですね、手に汗握りましたね。